俺をやる。なんだ。これが欲しいのだ。そうだね。まあ、ケゴペジサウゴ的。行こうか。村はあちらだ。どんな料理でもてなしてくれるのか楽しみだね。俺たちは今めちゃくちゃ機嫌が悪いんだよ。お前で憂さ晴らししてやるぜ。こんなところに山賊がいるの。村が心配だ。先を急ごう。しまったんじゃ。予備の食材もあったんじゃが、山賊に奪われてしまって料理ができない。それはひどいな。この辺りには山賊がたくさんいた。ということは奪われた食材も近くにあるはず。食材だけでも取り返してあげよう。その腹ペコのお嬢さんにも会ってみたいし。その部位を見せてみろ。食材を一気に取り返せばね。派手に暴れたのだもん。強い思いを感じる。私も応援します。敵を食って邪魔なんだよ。力を貸せば皆様強くです。無駄としよう。よくないい流れですよ。この調子で生きるためにレグが推し弁の術法です。それがやったこの村の食材は全て奪わねえと、お頭に何されるかわからねえ。Thank you.
音が。É, ali não tem como passar no ponto. カレン。可憐な乙女の食事を邪魔するとは不届き者ですね。え？激鉄を起こします。困った腹ペコお嬢さんだ。ほら、いい子だからその物騒なものをしまって。最優先指令と認めます。私がおとなしく食べ物を渡すと思いますか？邪魔者は全力で排除します。落ち着いて。俺たちは村長の頼みで食材や集まる色な美食を楽しむよ。魅力的な提案であると認めます。一緒に行きましょう。そうしましょう。ここに料理名人の村長がいるらしいな。俺たちの腹も満たしてもらおうぜ。さっきの山賊の仲間、村長がいる。助けに行こう。命案があります。もったいないですが、食材をおとりにしましょう。私が食材と共に敵を引きつけます。その間に村長の安全を確保してください。すごい、できちゃった。山賊の皆さん、美味しそうな食材はここに。私が食べても良いですか？ああ、早くよこせ。村から奪った食材を運んでいるようだね。奪い返そうか。色とりどりの食材ですね、ジュル。私が毒味しておきます。食材のまま食べてしまうのかい？手間をかけてこその食事なのに。腹ペコのお嬢さん、君も違う世界から来たのか。肯定します。気がついたらここにいました。私はもののふ、鬼を撃つものです。でもそれ以外の記憶はありません。現在自分探しの真っ最中です。鬼を撃つか。ああ、せっかく奪った食材が。全部返せとは言わない。村の人の分を返してくれたら好きにしていいよ。なんて優しい方なんだ。俺、あんたに協力します。全部返せとは言わない。村の人の分を返してくれたら好きにしていいよ。なんて優しい方なんだ。俺、あんたに協力します。よほどお腹が空いているんだね。村長に頼んで君たちの分も作ってもらうよ。
なんて優しい方なんだ。俺、あんたに協力します。村長の身の安全は確保できた。もう迷わない。誰を倒すの？あとは山賊の親玉を殺し、食事とは人生で最も幸福なひとときである。山賊が美食家で何が悪い。残念なお知らせだな。取り戻した食材だけど、戦いの最中に傷んでしまったようだね。問題ありません。改心した山賊に旬の食材の調達を依頼済みです。すぐに食材が来るでしょう。そしたらバリバリ食べましょう。O que esses puxos fazem? もう食べ物がないってのに、また襲われるなんて。皆さん、腹ペコでやる気が下がっていますね。私も腹ペコですが、村を守るため頑張ります。私が出ました。新たに敵が増えましたか。腹ペコで休戦を続けるのは厳しいですね。フォロー様、私が助けを呼んできます。ありがとう。できれば冷静で聡明で胆力があり料理がうまい人を希望します。あなたに私は倒せない。荷物を取りに行った者が襲われておる。あれさえ手に入ればみんな元気になるのに。これ。お前のような忍びがいると楽でいい。これでいいのね。あいな、ビクッと思って。ありがとうございます。これで村に荷物を持っていけます。次から次へとしつこい敵ですね。東から来た敵はまだ遠くにいますね。今なら荷物を運ぶ人の救援に間に合うでしょう。あの敵、
を持っています。村に火をつけないうちに倒しましょう。無限全身リム熱風神風鎖、邪魔をしないで。村に荷物を届けますね。敵も村をなかなか落とせず焦っているようです。もう一踏ん張りですね。助けなんてね。でも一度受けてしまったからには放っておけない。責任は果たさないと。なんと冷静で聡明で胆力のあるお方だ。よかった、条件は結構満たせているな。フォロー様、ご希望通りの方を見つけました。我らを助けてくれるそうですぞ。ようやく反撃開始です。村は私に任せて、皆さんは彼女の援護を。化け物たちは総出で村を襲っているようね。でも一匹じっとしている。あれも盗賊かしら。守りの薄い盗賊を狙えば敵は混乱するはず。火球を仕掛けて反撃の機会を作れば。よければ策の手助けをしてくれる？村が包囲されておる。もうおしまいじゃ。あなたたちは私が助ける。できないことは言わないから安心して。なんて頼もしい。我ら一同宝元気様についていきます。また新しい敵ね。策を邪魔される前に倒した方が良さそう。また敵が。無限変身リム熱風神風鎖、邪魔をしないで。増えましたか。早く倒してしまいましょう。あなたたちも全力で戦って、そうすればきっと村を救えるはずだから。はい、大元気様のためならたとえ火の中水の中。どの世界でも虐げられるのは弱者。彼らはそんな人たちを懸命に守っている。こ
そんな混沌とした世界にもなすべきことをなしている人たちがいるのね。あの銀髪の女性、いい腕ね。村の人を守りつつ的確に敵を倒している。ニクラによりやすいのはこの世界に来て初めて。腹ペコが限界です。進軍したいのですが厳しいかもしれません。村に食料を届けた方が良さそうね。もし貯蔵庫があるとすれば輸送しやすい場所。広い道の先、あの拠点が怪しいけれど敵に占拠されているようね。かすみさんの技を見てると、そのどんな時よりも体が熱くなるんです。これでいいのね。あの女性、素晴らしい活躍ですね。冷静で聡明で胆力もあるようです。彼女を仲間にしたい欲求があると認めます。この一帯に火をつける。辺りの敵の掃討を手伝って。これは戦う仕組み。ありがとう、ミレニアさん。それが役目なら。さてと、お願い。敵を倒すだけ。道成さん。いいか。私がフォロー。あなたの名を教えてください。私は大元気。ところで、ここはどこなの？私もよくわからないのです。わからない者同士、仲良くしましょう。あなたは料理が得意ですか？料理？人並みにはできるけれど。おお、あなたこそ私たちが求めていた人材です。一緒に来てくれますね？わかった。はい。元気さん、
私はただ前に進むだけ。これは私のいた世界の空気、どういった仕組みなのでしょうか。忍びがいると楽でいい。これでいいのね。守備は上々だ。もう少しだ。今こそ攻め込むぞ。あなたに私は倒せない。
我が部とくと味わうがいい。喜びなさい。そうだな。まずは邪魔な前線の奴らを撃破しよう。私は奇襲を
を仕掛け戦局を打開しよう。ありがとうございます、ジョウン様。どうかお気をつけて。あなたはなぜそこまで戦うの？私と勝負していくぞ。世界のために王位が欲しいわけではないのだ。そんなことは分かってる。あれ、じゃあなんでセチノさんは玉木と戦うんだろう。ぼーっとしているようだ。攻撃はするだろう。すごいこと。敵の力を見誤ったようだ。さて、困ったね。本陣に敵がここに来るまでに趙雲様と遭遇しているはず。趙雲様が敗れたということでしょうか。まさか。よし、うまくいったみたいだ。一気に倒そう。この戦はもう勝てない。とっとと引き上げるぜ。
りました。全軍撤退を始めてください。次はこうはいかねえからな。喜んでいいのかな。ドキドキが止まらない。ここまでなのですね。お兄様、どうぞ一息に。行け、玉木。これに懲りたら二度と俺の邪魔をするな。刹那兄様。刹那さん。何かあったのですか。悲しい顔をしています。大したことじゃない。玉木ではお役に立てませんか。まだ子供だから。いや、俺はいつも玉木に救われてる。お前の笑顔にどれだけ励まされてきたか。だから今度は俺がお前を助ける。また何か考え込んでいるようだな。お前は人を頼るのが下手すぎる。自分一人で何とかしたいんだ。弱音を吐いて幻滅されるのが怖いわ。それもある。あとは誰かを頼ってそいつがいなくなったら俺はもう。おじ上がいなくなってお前が苦労してきたのは知っている。だが信頼してもらえないのも悲しいものだな。私たちを仲間だと思ってないのはあなたの方じゃないか。大変です。どうした。アーナス様たちが敵に囲まれ大怪我をされたと。このままでは。なんだと。今は
あなたと一緒には戦えない。すぐに行く。J'ai mérité, tu vois. そうね。ええ。エアポート。あの、よろしくお願いします。別に構わない。その部位見せてみろ。派手に暴れてみろ。私もいい。もっとやれるはずだ。熱い思いを感じる。すごい。私もいるかしら。先生。敵を買って。邪魔なのだよ。いなくなった竜の技を案内どうすればいいの。まるでその調子で続けて私でいいの。これで終わりよ。敵を買って邪魔なのだよ。敵を倒さなくては。これで終わりとくと味わうがいい。
たいの？これで満足？ぼーっとしているようで攻撃は鋭いな。すごい、できちゃった。Agora eu fiz aquilo lá, agora eu posso, se a gente já tá o setinho, eu posso fazer aquela batalha lá. Obvio.刹那さんが危ない、急ごう。ここの景色、落葉によく似ている。元気にしているかしら。真理は二つ、どちらを選ぶか慎重に決めなくちゃ。来たからにはもう安心だ。ごめんなさい。ここは無限変身リム熱風神風殺。邪魔をしないで。当然のせいだ。この道を忍びがいると楽でいい。うまくいったぞ。Thank you.
何が書いてあるかはわからないわ。これでいいのね。おうわよ、せっかくの大物を逃すわけにはいかない。承知した。仲間を返してもらうよ。あなたはなぜそこまで戦うの？諦めないわ。あなたはいつか私が。これは戦う宿命。私の邪魔をするか。ならば消えてもらう。だから別に構わぬ。その部位見せてみろ。もっとやれるはずだ。責任は果たす。基本だけど。その部位見せてみろ。これで私の無意を感じる。戦う宿命。邪魔なんだよ。私もいいかしら。どうすればいいの。楽しそうに。いなくなって楽しい。これで終わりだ。これが無限転身流天神の無双の忍術。邪魔なのだよ。負けられないの。ここまで追い詰めたのだ。逃がすわけにはいかない。あなたに私は倒せない。タイロは立たせてもらう。おお、なんだお前は。刹那さんはいろいろ隠し事をしていた。でも優しさは本物だと思うんです。それがお前の信じる道か。ならば貫くがいい。もういいんだ。あなたたちはそれ以上傷つくことはない。だから私たちは仲間なんだよ。見捨てて逃げるはずないだろう。かすみさんの技を見てると、そのどんな時よりも体が熱くなるんです。なんとか逃げ切れたようね。すまなかった。そしてありがとう。すまない。くあのそうね。刹那さん、わかった。
王は犠牲者なんだ。王は自らの命を燃やして泉の強大な木を操る。そのせいで代々の王は短命に終わる。特に最近はもう10年と持たない。俺はどうしても玉木を死なせたくなかった。人生に光を与えてくれた大切な家族を。だからおばうえに占ってもらったんだ。俺が王に、いや永遠の王になれる方法を。刹那が王になるには異界の英雄から力を借りねばならない。ただし絆がなければ力はなじまずこぼれてしまうけれど、そして永遠の王になるなら三種の神器と共に泉に身を捧げればいい。そうすれば体も魂も朽ちることはない。泉の中で永遠に生きる、そんなのずっと苦しむだけじゃないか。それこそが俺の願いなんだ。 The only way is not knowing. Spoilers. 玉木と世界を守り、そして二度と犠牲者を出さずに済む。俺にとってこんな幸せなことはない。これで隠していたことは全て話した。虫のいい話だが、どうか俺を信じてくれ。俺に力を貸してくれ。大切な人を守りたい気持ちは私にもわかる。でもあなたが犠牲になればきっとあの子は悲しむ。それでもいいの？覚悟の上だ。やっと本音をぶつけてくれたね。私たちの力を使って今のあなたになら預けられるから。それでいいよね？私は元の場所に帰りたいだけだ。私にはやらなければならないことがある。そうだね。ここにいる誰もが自分のやるべきことを果たしたい。そのためにも力を合わせよう。ありがとう。うん。何？そうね。うん。よかろう。なんだって？まあ。うん。いや。そうです。はい。いや。いえ。私が。偉大なる王、泉を作り大地を祝福せし時、悪しき魔物世に闇より出で大地を喰らう。おう、清らなる泉の力にて大地を蘇らせんとするも、世にその力をも喰らい世に滅びをもたらさんとする。おう、邪悪なる黄泉を泉の底へ封じんとす。故に人間この先を知らねばならぬ。あら、黄泉の封じ方を知りたいの？お母様、知っているのか？え、教えてくれ、おばうえ。
できないわ。なぜ？ジェメイテン。サプライズ、サプライズ。理由はとっても簡単。読みたポスティングな。お母様。誰だって自分を封じたくはないでしょう。ジェメイテン。あなたが。ごちそうさま。おかげで封印が解けたわ。最後の時を楽しんで、すぐにみんな消してあげるから。たまき、vou tirar isso aqui. Arigatai. Ia.Aquilo tá aí, mas deu. Caraca. É. E é. Só, né? Caralho! Eu peguei o cano do voleibol.
Double body. ありがとうございます。ああ、頼む。 Fala inglês, é um babaca mesmo, William. I'll take care of it. Hayaku Yomi o oanakuteva. William san. あなたは本当にかなりの強敵と見ますが、私たちはこの世界を救うため進むの。兵士たちの様子がおかしい。母上に操られているようだな。 そうだ、いいものを見せてあげるわね。あなたたちの親しい人の幻影倒せるかしら。これでいいのね。無限全身竜烈風陣封殺。邪魔をしないで。敵に、いや、あれは幻のようだ。 人類がそうおっしゃってくれている。もっと素敵な幻影を作れるのよ。とっても強いから気をつけてね。かすみさんの技を見てると、そのどんな時よりも体が熱くなるんです。すごいわ。頑張っているのね。じゃあ、 手を清をあげるわ。タマキ、今は余計なことを考えるな。母上は強い。気を抜けばやられるぞ。これでいいのね。おばあ様のことはきついが、お前たちと協力できるのは 少し嬉しいんだ。私も同じ気持ちだ、刹那。無限全身竜、熱風神風。邪魔をしないで。今まで傷つけてすまなかったな。おいおい、やめてくれよ。
お前は俺たちを守ろうとしてくれたんじゃないか。事態は急変してしまったが、玉木殿たちが一体となれたことはよかった。ただ、サヨ殿は本当に倒してよいのだろうか。ん？この地形はかの有名な桶狭間。ふん、吉本の怨霊でも出てくるのか。よく見すんじゃった。そこに多いのバカだろ。なんで一つ勝負といくかい。ほう、いいぞ。言い忘れていたけれど、幻はね、いくらでも作れるの。すごいでしょ。あなたの力を貸して。派手に暴れてみろ。その部位を見せてみろ。あまりにも以前のままですね。罪悪感のためらいもない。もっとやれるはずだ。正々。センタルナイサー。背中を上げる。その部位見せてみろ。ごめんなさい、この程度では物足りなかったのね。その調子で剥げる。これでどうかしら。せーせー、母親はいくらでも仲間を呼べるようだ。アメイジング。ならば先に母親を。その調子で剥げる。これが無限天神流天神門、無双の忍術よ。俺の前に立つか。いい度胸。お前のようなしおりがいると楽でいい。あの子たちは本当に素直ね。私の言葉を鵜呑みにし、仲間割れを起こしてくれた。しかも復活するための力までくれるなんて。おかげでもうすぐ。一つ勝負といくかい。無限全身リム烈風ディフース邪魔をしないで。私と戦いたいのなら仕方ないわね。モノノフの魂、この槍にて貫かん。あなたに私は倒せない。基本だけど、すごいこと。あなたに私は倒せない。ここまで来るなんて。無限全身リム烈風ディフース邪魔をしないで。すごいわ。さあ、もっとあなたたちの力を見せて。母上はいつからユミに操られていたのですか。あなたたちのお父様が死ぬ少し前かしら。あの人にはとってもお世話になったわ。楽しかったわ。時間も十分稼げたし、そろそろお別れね。待て、逃げられたか。時間を稼げたとは。タマキ。
to my friend. Hi. その通りだ。おお、そうだね。ああ。ああ。わかった。ありがとな。ハヤブサ殿。なんとね。ええ。うん。カラ。やっぱりさ、サイドクラス。ここが賊の本拠地ね。まずはさらわれた人質を助け出さないと。
の当初じゃなかったらあんな風に。私は無念転身流闘士の座を捨てた向けに、ナオトラさんと同じく普通の女の子にはなれない。他人を羨むなんてバカじゃない。この場所は選べないのよ。これで故郷の恋人の元へ帰れます。我が部とくと味わうがいい。もしですよ、普通の女の子になれたら何をしたいですか？スイーツを食べてのんびりエステに行って。考えたらキリがないわね。私は普通の学生生活を送りたいな。勉強したり友達と一緒に遊んだり。よし、かかったな。私も同じ。力を合わせてこの状況を打開しましょう。私とアヤメが忍びじゃなかった。きっと普通の姉妹に慣れてた。一緒に学校に行って勉強して恋の話で盛り上がったりしたのかな。私たちは拠点の制圧に向かうわ。アヤメ一緒に来てくれ。なんであなたの指示に従わなきゃいけないのよ。私は人質さんの救援に向かいます。突撃。私は本家天神門を支える八人の神。お願いしてもいいだけ。眠られた今だから闇に隠れるしかない。普通の女の子は踏み入ることも許さなかった。すごい。やっぱり
私は闇に生きる忍びとして生きてきたのに、普通の女の子さん、ごめんなさい。私はあなたならできる、私は普通の女の子には戻り方のままに戦うのが私の宿命だから。女ども相手に手こずりやがって、まだ倒せんのか。オアイニク様、私たち普通の女の子とは違うの。アッショー、アッショー、行くぞー、ソリー、飛んでって。わー、さすが。俺に勝てると思ってんのか。笑わせるぜ。だけどすごいこと。派手に暴れてみろ。Now we're talking. Good luck. みんなで力を合わせたおかげですね。そうね、うまくいったみたい。普通の女の子だったらこうはいかなかったわ。3人とも大切な使命があるんだから当然よ。ハヤブサ殿。おう。ええ。ねえ。まさか。むむむ。うん。はい。オッケーよ。
我らの大切なものを運んでいた輸送部隊はこの辺りを通過したとのこと。ここで落としたのか盗まれたのか、いずれにせよ探してみよう。あなたたち何を探しているの？私も手伝ってあげる。なんだてめえら。騒がれたら面倒だ。悪いがおとなしくしてもらおう。輸送部隊はあの辺りで休憩をしたそうで、何か手がかりがつかめるかもしれない。急げ。よしそう、よかったら行ってみて。今日はこれくらいにしといてやる。強いのね。あなたが味方でよかった。怪しい奴らめ、出て行け。お米のツヤがたまらない。いや、美味しそうだな。目的のものではない。ねえ、雪村さんもお酒いけるんでしょ？探し物が見つかったらパーッとやりましょう。ほう、願ってもない申し出。ぜひ一献傾けましょう。楽しみ。私こう見えてもザルだから、朝まで付き合ってね。まあ少しはやるようね。そういえば昨日のごちそう美味しかったな。この世界にあんな料理があるなんて。二人にも食べさせてあげたかったな。しね。
ッドバディいる。匠の技だな。いや、これは目的のものではないか。ねえ、ハヤブサさんもお寿司好きなんでしょ？探し物が見つかったら寿司パーティーしましょう。そうだな。うまい魚と酒、そして美女がいれば言うことはない。ハヤブサさんたらお上手。ああ、早く探し物見つからないかな。ノッパン、ノッパンだろ。何？敵か？一緒にお願いします。わしは楽しやさせて。本気で行きなさいよ。もっと楽しませて。見ててあげるよ。 Now we're talking. Finish it. やるじゃない。もっと楽しませて。してやってきたんだ。創作に時をかけすぎたか。無用の殺生は可能。ここは急ぎ脱出するべし。二人が探してるものってなんだろう。名探偵ディオが当てちゃおっかな。ハヤブサさんは探してるものってまさか。いやいや違う、違うに決まってるって。我が分とくと味わうがいい。
本だけどすごいこと。牧場の焼酎は見つかりませんでしたね。新鮮な魚も寿司もどこかに消え失せたの。え、あれってあなたたちの。あ私が昨日いただいちゃった。え？から。いらっしゃいませ。また来てください。ようこそ。